2回戦忘れもしない僕と轟くんの試合だ。試合前に轟くんが話してくれた父エンデバーとの確執、我が子に自身がなせなかった打倒オールマイトを押し付け自尊心を満たそうとする父への嫌悪と憎悪。試合中轟くんは全力を出してくれなかった。否定するなんて言いながら結局轟くんは自分自身で縛り付けていたんだ。全力も出さずに一番になる、ふざけるなって思った。でもそれよりも僕は彼を、みんな本気でやってる、勝って目標に近づくために、一番になるために、半分の力で勝つ。まだ僕は君に傷一つつけられちゃいないぞ。全力でかかってこい。俺はこいつを、親父の力を、君の力じゃないか。勝ちてえくせに、チキショウ、俺だってヒーローに。レディークラッシュ、パワーフリックだ。火炎でラップレッド、まだだ、凍結しろ。おや、火炎でラップレッド、まだだ、左でラップレッド、まだだ、じゃ不意打ちだった、まだだ、燃えろ、左でラップ、まだだ、オープン、まだだ、燃やし尽くせ、氷結、燃えろ、火炎でラップ、燃やし尽くせ、まだだ、最大出力だ、高威力、ダメだったら燃えろ、凍結しろ、まだだ、燃やし尽くせ、まだだ、だったら火炎で持てるか、手加減する気はねえ、これが俺の力だ。負けか。あれ、やりすぎた。ウィン。期待に応えるか。アメージング。何笑ってんだよ、その怪我で。この状況でお前イカれてるよ。どうなっても知らねえぞ。ミドリア、ありがとな。轟くんとの壮絶な激闘の果てに敗北。僕の体育祭はここで終わった。本気の轟くん、すごかったな。試合の後は本当に悔しかった。オールマイトの期待に応えられなかったから。でも余計なお世話はヒーローの本質だ。そう声をかけてくれたオールマイトの言葉が胸に染みた。この試合での怪我はいつもより重くて、リカバリーガールからは以降の治癒を断られてしまった。これからは負傷覚悟の破滅的なやり方ではなく、別の方法で僕のやり方を見つけないと。UA 体育、 UA 体育。